はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アチェです。イースのパート27ですね。実はこれ撮り直しです。なぜかと言いますと、全然進捗がなかったので、撮り直しました。で、ちょっとね、ググらせてもらいました。11回まで帰ってですね、このルタジェンマっていう、ルタジェンマですね、この人に会うことで話が進むんですよね、多分。ということでね、ちょっとね、もう早送りとかそんなん要しませんのでね、私ね、とりあえずもう端折りました、ね、というわけでパート27やっていきたいと思います。失われたはずのジェンマの書をなぜあなたが、それは私の先祖が記したものなんです。以前私は父親からこんな話を聞きました。イースの本には魔物の謎を解く鍵が記されているというのです。それが分かればこの国にも平和に、この国も平和になるかもしれません。これは私の家に古くからしたらお守りです。持って行ってください。あなたは守ってくれるはずです。あれから魔物に足を得られました。私はもはや歩けそうにありません。構わず先に行ってくださいってね、ブルーアミュレット、ブルーアミュレットか、そっか。さあ、魔物が来ないうちに行ってくださいってね。これがそうなのかな。これで進むのかな。一応セーブします。これで進んでこれたらいいな。これが今ジェンマなんでね、ルタジェンマということで、先ほどのイースの章ですね、読んで、進捗が進んだっていうことですよね。どん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 これから上がっていきたいと思いますが、道を覚えてるのかな、そんな気がしないんですけどね。なんか嫌な予感がせんでもないかな。 OK、 柱かけてないよ。これ12回の道ですよね。11回から10回に戻ったのかなと思いましたけどね。いけたっぽいですよね。あとはもう例の鏡の間ですね。これは閉じてるはず。ここ閉じてない。閉じてる。例の鏡の間でどれだけストレートにいけるかですよね。ねえ、もうね、今の突き当たり行くとこぐらいに道迷ってますのでね。階段なかったけど、これは上に上がってんのかな。嫌な感じがするな。なんかこれ下ってるよな。今下ったよな。大丈夫かい。なんか下ってまくってるような気はするんやけど、ただ柱が欠けてないんでね、11回よりは下ってないはずなんですよね。10回か。飼育長い。フロア買ったな、これ。通った。なんか通ったな、ここな。通りましたね。ここか。牢屋連れてかれるんで、ブルーネックスはめとったら大丈夫か。どっちも嫌だな、これ。階段登っとるから、こっちに行こうか。覚えてないな。ほんまちょっと30代では終われないような気がしてきたね。大丈夫かな。あっち行ったらあかんような気がする。ひたすらこっちで上に向かわなあかんような気がするけど、上に行けない。失敗。早く鏡の方に行きたいな。
どこ行きたいな。なんか階段下ってるような気がしてね。なんか嫌な感じするんですよね。でも柱が崩れてないので大丈夫。柱崩れたらダメなんですけどね。で、11階に行っちゃうんで、早く変わるのは来ないかな。正直敵の強さで判定できへんわ。これで行き止まりや。だからもう一回帰って右に行ってるんで左に行くべきかな。うん、右に行ってるんで今度はこっちをこっちに行くべきなんですよね。覚えんのかな。咲いてからこれマジかないか。これ戻って るよね。これ牢屋。あー牢屋や。あっちゃこれ、えらい戻ってるよね。という、戻ってはな、戻ってなくはないのか。道順を間違えてるだけかい。あれれれれ。出てくること自体が多分あかんから。階段があるとこは間違いないよね。これ真ん中の上り階段よね。こっちもかよ。ああこっちは行かないといけない。これ通り越えなあかんね。あ、大丈夫。ブルーマクルスもこれ来たらダメなんだな。はい、もう上ります。あ、飼育してるな。そういうところが違うんで、こっちよね、こっちよね。
困ったな。まあ、マッピングなんかいらないもんね。これは言ったらダメな気がするんだけど。どっちも上りか。覚えてないです。これボスだ。ボス来てもしゃあないんで。参ったなぁ。こっちが上りかな。逆だ。こっちが上りですね。知らん間に戻ってきてた。柱かけてるし。あら、ルタジェンマね。ここか。もう一回話しとこう。せっかく来たから。はい、了解です。今回進捗あったからね、これをカットするわけにはいかないんですよね。参ったな。登ってるつもりが下ってたんですね、これね。階段を取ったもんな。なんなんで、ちょっとここでセーブしておきます。参ったな。これは残り大体あと2分切ってるんですけども、そのうちに次のとこまで行けないですよね。ここはどないにしてもいけるんですよね、確かね。はい。あと7、8フロア登らんとダメでしょ。1分で登れるとは思えないんでね。どうもすみませんでした。アチェでした。